強い日差しが照りつけ暑さを感じる JR 福島駅前です。こちら信号を待っている人を見ますと日向のところではなく日陰の方で信号を待っている人の姿が多く見受けられます。県内は南から暖かい空気が流れ込んで気温が上がり午前11時現在郡山と福島で20度を超えています。本当汗出てくるくらい暑いです。夏日みたい、夏日に近い気温だなって思いますね。今日の予想最高気温は福島で29度、会津若松で27度など真夏日となる30度に迫る予想で7月中旬並みの暑さとなるところもありそうです。気象台はまだ体が暑さに慣れていないため熱中症への注意を呼びかけています。